トビオと一緒に帰れると思ったのに、なぜ僕がウサギ小屋に。しかも、いつの間にか僕自身がウサギになってるなんて、あまりにもひどい白昼夢だ。僕がウサギの世話なんか、普通飼育員の仕事だろう。だから放課後トビオの勉強を見てやる約束をしていたから、早めに片付けないと。おかしいな、そもそもウサギ小屋なんて見た覚えが。初めて気づいたくらいだし、飼育員以外知らないんじゃないか。ではまずは水の入れ替えをと、その後は餌やりと糞の掃除か。そんなに難しくなさそうだな。さっさと終わらせてトビオの世話もしないとな。こんなに人懐っこいのか。今水を入れ替えるからじっとしててくれ。1、2、3と。容器はこれで全部か。水の入れ替えは OK。 餌やりは掃除の後かな。ウサギの糞ってコロコロ丸っこいから掃除しやすいな。こうやって世話をするとなんとなく愛着が湧くもんなんだな。飛び出ても生きていられる保証はないけど、
ええ、僕も何か変な格好になってる。これは一体何が起きている？私は外に出てもなんとかなると思うけどな。イコちゃんもそう思うよね？当たり前だよ、イコはウサギ界のアイドルだもん。どこに行ったって人気者だよ。もう外には怖い生き物とかたくさんいるんだよ。それにご飯も自分で探さないとだし、可愛いだけじゃ生きていけないの。そう考えると私たちみたいにウサギ小屋にいるのは正解なのかもしれないわね。そっか、飼われててよかった。きっと今日もご飯が美味しいよ。そうね、みんなが可愛がってくれるし、ウサギ小屋のウサギでよかったかも。まったく、みんなのお天気なんだから。まあ、そういうとこがうちらウサギらしいとこだけどね。てるんじゃないとしたら、この状況は何なんだ。それにしても今日は餌が遅いね。もうとっくに来てもいい頃なのに。ねえ、やっぱり餌は可愛い順で多く食べるべきだよ。それがウサギらしさってやつじゃけ。まだ言ってるのね。あら、見慣れない子がいるわね。このウサギ小屋に紛れ込んだのかしら。さっきからウサギウサギって、やっぱりイロハたち僕をからかってるんじゃ。ねえねえ、なんで私の名前知ってるの？あ、もしかしてウサギ界では有名なのかな。やっぱり一番可愛いのは私ってこと？調子に乗るもええ加減にせえや、イロハ。我も適当なこと言うなや。新顔やからって容赦はせんぞ。争うつもりはないから落ち着け。イコのことも知っている。あっと、イコのこと知ってるんだね。ちょっと演技しただけだよ。それにしても一人増えたならご飯の配分を考え直さないとね。次に来た人間さんに一番気に入られた人が一番多く食べるってどう？お、それ面白そうじゃん。イコも賛成。二人とも、そんないい加減なこと言わないの。それに次に人間さんが来るの、いつになるのかわからないでしょ。アキサ、あれ、どこにいるんだあいつ。校門前で待ち合わせって言ってたのに。あ、なんか掃除道具が落ちてるな。トビオ、助けてくれ、僕はここにいるぞ。お、元気なのがいるな。仕方ない、アキサが来るまで世話の続きしてやろう。今こそアピールチャンス。ほらほら、イコのこと好きになってよ。私も負けてないよ。ふわふわで可愛いでしょ。触ってもいいんだよ。みんなには負けるかもだけど、私だってちゃんとしたウサギなんだもの。可愛い。
怖っ。なんだなんだ、ウサギ小屋に入ってくるなりすり寄ってくるなんて。僕も何かアピールしないと。ウサギらしいアピールなんて全く思いつかない。お、一匹だけ様子がわたわたしちゃってなんだか可愛いな。僕を選んでくれるのか鳥は。さすがだトビオ、僕を見つけ出すとは。あれ、なんだか体が熱くなってきた。我慢できない。トビオ、今の僕はウサギだが、トビオは愛してくれるか。起きろってば。おい、こんなところで寝ると風邪ひくぞ。トビオ、どこに行ったかと思えば、なんで校舎裏で寝てるんだよ。ほら帰るぞ。トビオ、見つけてくれてありがとう。あ？おお、まあ当然だろ、待ち合わせしてたんだしさ。さ、早く帰って勉強見てくれよ。はあ、任せろ。ああ、なんで僕がウサギに。早く僕に気づいてくれ。はあ、ウサギって結構デリケートなんだな。ちょっと触られただけでピクッと。だから、ゆっくり撫でてほしい。はあ、どこ触ろうとしているんだ。ウサギになった僕のでも触りたいのか？まあ、ちょっとだけだぞ。